そこなら私はオッケー。私も、うん、この日ならイブちゃんが1時から来てくれるから大丈夫だよ。了解。それじゃあ一回ここに予定入れちゃうね。また予定変わったらみんな教えてね。うん、ひまりちゃんいつもありがとうね。ひまりちゃんがこうやって予定入れてくれるからすっごく助かってるよ。それならよかった。確かに助かるけどさ、ひーちゃんって予定以外のこともたくさん更新するよね。え、そうかな。このすぐ間違えてブラックコーヒーを頼むとか、ほとんどひーちゃんの日記じゃん。たまにはいいかなって。たまにはって言うけど、昨日の夜だってランが我もこうって花のことを教えてくれた、なんか嬉しいって更新してたよね。う、通知が結構来るんだよね。モカちゃん困っちゃうな。もしかしてすぐも困ってたり。確かにたくさん通知が来て他の通知見落としちゃったり、たまにだけど。うー、ごめん。スケジュールと日記は違うんだからね。でもモカもたまに予定じゃないこと書いてる時あるよね。へえ、私は自分の予定しか書いてないよ。それも大事な予定だけだし。じゃあここに書いてある山吹ベーカリーポイント3倍デーってのは何なの？大事でもモカの予定でもないじゃん。いやいや、これはめちゃくちゃ大事な予定だよ。わかってないな。もう意味わかんないし。はあ。けどまあモカは予定書いてくれるだけマシか。トモエは私が言わないと全然書いてくれないしな。ランなんて更新したことすらないもんね。ほんとだよ。モカちゃんとランに使い方教えてくれた？当たり前じゃん。それはもうバッチリだよ。なんかすっごく不安。けどこうやって考えてみるとちゃんとした使い方してるのすぐだけかもね。え、そうかな。普通だと思うけど。4時から生徒会室で会議とか、お店1時からイブちゃんと交代とか、なんかすっごく予定って感じ。ひーちゃんも見習ってほしいですな。私のことはいいの。けど私ひまりちゃんの投稿を見るの楽しくて好きだな。本当？どういうところが？あった。例えばこれとか。今日の演奏今までで一番良かったかも。ああ、ランも珍しくちょっとテンション高かった日だよね。そうそう、なんかこういうの見るとその時嬉しかった気持ちとかがもう一回思い出せるような気がしない？すーごー、そうなんだよ。こういうのって絶対大切だって。ちょっとしたことでも私たちのいつも通りなんだから。なるほどね。ひーちゃんさすがリーダーだね。そこまで考えて書いてくれてたなんて。あまり考えてたわけじゃないけど。ひーちゃん、今のことも書いといたら？日記は大切だよ的な。了解。それじゃあモカが私の投稿を認めてくれた記念日だって。なんかそうじゃないって。こう書かれると照れちゃうな。いいじゃん。これだって私たちの大事な思い出の一部なんだから。
あれ、あそこにいるのってひまりちゃんじゃない？おーい。あ、マリナさん。今日はお買い物ですか？うん、いつもの買い出しだよ。ひまりちゃんは？これを買いに来たんですけど、ちょっと検討中です。リーダーに必要な真の素質とは、これってビジネス書だよね。ひまりちゃん、起業とかするの？え？違います。けど実は最近いろいろ考えさせられる出来事があって。それはアフターグロウのこと？あ、はい。きっかけはランの作った歌詞の意味がわからなかったことなんですけど。え？アフターグロウのみんなでも？はい。でもそんなこと初めてで、最初はランどうしたんだろう、調子悪いのかなって思っちゃってたりもしたんですけど、違ったんです。調子が悪いんじゃなくて、ランは変わってたんです。みんなと一緒にバンド続けるために、華道にもお父さんにも向き合って前に進んでたんですよね。けど私はそれに気づけてなくって、ランにひどいこと言っちゃったりして。みんなは幼馴染だもんね。近すぎると気づけないことってあると思うな。そうかもしれないです。それとアフターグロウはずっと変わらないものだって思い込んじゃってたんだと思います。けどランやみんなと話して、変わってもいつも通りでいたい、そのために何ができるんだろうって自分なりに考えて、私はみんなが変わっていってもいつも通りのアフターグロウでいられるように自分にできることをやろうって決めたんです。それでビジネス書を読んでみようって思ったんだ。はい。ランは自分のやるべきことをやって変わっていったから、私も見習ってみようかなって。でも読んでみたら難しくて全然よくわからなかったです。急に変わろうとしても難しいもんね。ランちゃんも急に変わったわけじゃないでしょ？そっか、確かにそうですよね。それにみんながいつも通りでいられるようにしたいって言ってたのに、自分が急に変わろうとしちゃダメですよね。けどみんなが一緒にいられるようにって頑張れるひまりちゃんはすっごく素敵だと思うね。君もそう思うでしょ？当たり前じゃないですか。だって私はアフターグロウのリーダーですからね。